パリゴリンの準決勝が6日に開催され、ブラジル女子代表とアメリカ女子代表が勝利を収めて決勝へと駒を進めた。グループリーグで同組だったブラジルとスペインが準決勝で激突。GL 対戦時にはスペインが2対0の勝利を収めていたが、この日はブラジルが先手を取った。試合開始早々の前半6分に先制したブラジルは、 アディショナルタイムに追加点をダッシュして前半を2点リードで折り返す。後半に入ると、スペインが選手交代を行うなどして流れを引き寄せようとするが、27分と40分にネットを揺らしたブラジルがリードを4点差に広げる。アディショナルタイムにスペインに2点を返さるが、逃げ切ったブラジルが4対2の勝利を収めた。 もう一試合のアメリカとドイツもグループリーグで同組 GL 対戦時にはアメリカが4対1の解消を収めていたが、この日は拮抗した展開となった。前半をスコアレスで折り返すと、後半も共にゴールを許さずに0対0のまま延長戦へ。しかし、延長前半5分にアメリカが先制点を記録。 その後、アメリカに追加点こそ生まれなかったものの、ドイツの反撃を許さずに1対0の完封勝利を収めた。この結果、10日に行われる決勝戦でブラジルとアメリカが激突。また、前日の9日の3位決定戦でスペインとドイツが対戦する。